プリアンプとかこうエフェクター自体がすごく優秀なので、なんかこれ単体でもすごくいいペダルとして使えるかなと思う。ギタリストの井草誠二です。今日はですね、クラウドボーカルについて解説したいと思います。はい、このようなレシーバー型のちょっと変わったピックアップなんですけれども、ここにマイクがついております。でですね、このペダルと同期させて使うんですけれども、同期はすごくシンプルで、ボタンを長押ししたら勝手に同期してくれます。はい、これで今つながりましたね。でこれをですね、ギターの方に接続、取り付けします。こんな感じでサウンドホールに挟むだけで済むので、何かこうギターに穴を開けたりとか改造しなくて済むので、まあ、ヴィンテージギターとかね持ってる方にはすごくいいんじゃないかなと思います。では早速、鳴らしてみたいと思います。はい、すごくねナチュラルなサウンド で、まあ、マイクなんですけれども、この距離でアンプで鳴らしても全然ハウリングしないので、すごくこう考えられているピックアップかなと思っております。でですね、見ていただいたら分かる通り、ベースとかトレブルとか EQ もついてるんですね。今はちょっとトレブルを上げてベースを少し下げ気味にしてるんですけれども、そうすることでちょっときらびやかなサウンドになってます。でですね、まあこのマスターとかはボリュームなんですけれども、横ですね、これエフェクトもついてるんですね。なので、エフェクトをちょっと足していきましょうか。まず今ない状態ですね。はい、じゃあリバーブを足してみます。はい、こんな感じでね、すごく綺麗なリバーブがかかったかなと思います。でですね、1番はルームリバーブ、すごく短い感じですね。で2番がホールのリバーブになってます。はい、で3番はさらに広いようなリバーブですね。はい、で4番からは、ディレイに変わります。これはブレンドでね調節できます。そして5番は、はい、ディレイをかけつつリバーブもかかるというような、はい、で僕6番が好きなんですけれども、シマー系のリバーブがかかります。はい、こんなすごいキラキラしたリバーブなんですけれども、これをですね、このアンプで鳴らしても全然そのこもったりとか、曇ったサウンドにならずに、しっかりこのマイクの音像っていうのが生きたままかけることができます。はい、で7番がコーラスですね。ちょっとジャズとかに合いそうですね。はい、で8番はこれはフランジャーな感じですね。このマイクにフランジャーかけると面白いサウンドになりますね。これはこれですごく使い道があるかなと思います。エフェクトはこんな感じなんですけれども、プラスアルファですね、ここにラインが入力できるようになっておりますので、例えばエレアコとかでここにつないで、でさらにこのレシーバーのマイクとかを足してもらうと、すごくリッチなサウンドを演出できると思います。そしてね、プリアンプとかこうエフェクター自体がすごく優秀なので、なんかこれ単体でもすごくいいペダルとして使えるかなとも思いました。では最後にですね、ちょっと僕が好きなセッティングで1曲軽く弾きたいと思います。